2021年4月4日この日ツイッター上で多くの人々がマキシマムザホルモンのマスクをした写真をアップ。そこにはこんなハッシュタグが記されていた。その日の早朝、失礼します。はい、いよいよ、はい、行き先くじ引いてきました。お願いします。マジかよ。せーの、はぁ、お、当たりかい。一応僕これ、おぉ、あーでもこれ人が多いだけにちょっと逆に見つけづらいのかな、これ。なるほど。せーの、おお。あ、行ったことない。私もないわ。行ったことないとこある。一体何が行われたのか順を追って説明しよう。マキシマムザホルモンがホルモン初のオリジナルマスクに加え、2号店コロナナモレモモのラストシングルが同梱されたニューアイテムエッセンシャルズをリリース。本来ならばホルモンメンバーが CD ショップなどへ出向き、腹ペコを集めてリリースイベントを開催しているが、今はコロナウイルスの影響で人を集めることができない。ならばメンバーが直接腹ペコの元へ個別に会いに行く。そんな前代未聞のキャンペーンがこれだ。エッセンシャルズ腹ペコ感謝祭第1弾、私を見つけてホルモン。これはホルモンメンバーが日本全国のさまざまな地域へ行き、ホルモンマスクを着用しているファンを探し記念撮影するという神対応企画。参加したのはホルモンメンバーと2号店からおまき若左衛門のペア。訪れる場所は腹ペコによる事前投票で決定。47都道府県のうち来てほしいという意見が多かった上位5地域と10位、20位、30位、40位、ブービー賞の46位を入れた合計10都道府県。お願いします。それぞれのメンバーが行く場所は同行スタッフによるくじ引きにより決定した。ホルモンによる日本全土を舞台にした前代未聞の壮大なイベントは一体どんなものだったのか。この番組ではメンバーそれぞれに密着し、この日何が起きたのかその全貌を解き明かします。午前10時から始まる腹ペコ捜索に備え、メンバーが降り立った場所は、え、息白いです。気温7度なおちゃんがやってきた場所は7度です、こちら札幌時計台というわけで、私はただいま札幌に来ております。こちらです、北海道。同行スタッフが引いたくじ引きの結果、なおちゃんが訪れる1か所目はランキング5位の北海道。一方大輔班は、なんなんこの雨、ついてないわ。土砂降りの雨、この地域はここですばい。大輔班が向かったのはランキング46位ブービー賞の佐賀県。静岡といえば浜名湖。ういちゃんはランキング10位の静岡県へ。せっかく神奈川だからね。神奈川県。そしてりょうくんはランキング4位神奈川県。滋賀県に来ました。おまき若左衛門ペアは30位の滋賀県を最初の目的地に設定。ということで九州から北海道まで実に様々な場所へ移動したメンバーたち、ここからいよいよホルモンマスクをした腹ペコを探します。ホルモンに見つけられたい腹ペコはご覧のハッシュタグと位置情報をつけて自分の居場所をツイート。そのツイートを頼りに実際にその場所にメンバーが行き、マスクをした腹ペコを見つけるのです。どのツイートを選ぶかはメンバー次第、選ばれたファンは超ラッキー。
エコひいきグルメクーポンでマスクを先行販売してくれてたところが近くにあるので行ってみましょう。まず最初に奈緒ちゃんが狙いを定めたのはエッセンシャルズも先行販売してくれていたホルモンファンが経営するお店。おはようございます。スープカリーヒゲ男爵に到着しました。突撃してみたいと思います。もちろん腹ペコは急にメンバーが現れることなど知るよしもない。すいません、はい、まだですかね。まだです。まだやってないですか。店長、店長、すいません。おお、どうもありがとうございます。どうもこんにちは、はじめまして、 BTS です。うわありがとうございます。ありがとうございます。マスク協力していただいて。いえいえ、こちらこそありがとうございます。本当に北海道の原田君がいっぱい買いに来てくれて。あ、本当、はい、よかった。すごかったです本当に。ということで北海道1人目はこちらの店長さん。この後しっかりツイートもしてくれていました。その頃静岡県浜松市にいる上ちゃんは浜松城公園っていうのかな、そこでツイートしてる人がいるんで。上ちゃんが狙いを定めたのはこちらの家族。位置情報がつけられていた浜松城に行ってみると、ちゃんは双子ちゃんと一緒にパチリ。その頃腹ペコランキング第4位神奈川県にいるマキシマムザリョウくんは腹ペコエコひいき店の接骨院を発見。営業中ですが中に入ってみると、こんにちは、あれ白いマスクの人しかいませんか。来た、見つけた、はい、チーズ。神奈川県一人目は笑顔が素敵な腹ペコエコひいき店の方でした。素晴らしこにゃん。一方普通に滋賀観光を満喫していたおまきと若左衛門のコンビも見つけた、やったやったやったー、よかった。第一腹ペコ発見、イエーイ。滋賀県の腹ペコちゃん第1号を見つけました。そして腹ペコランキング46位、日本で2番目に腹ペコが少ない県佐賀県に来た大輔班は、勝手に自前で用意してきた某テレビ番組のハンターっぽい衣装で捜索するようです。ターゲットはこちらの大型スーパーにいるという腹ペコ。子供にギャン泣きされながら記念撮影。ランキング46位、佐賀県の腹ペコもなんとか見つけることができました。そしてこの後もそれぞれの地域のいろいろな場所でさまざまな腹ペコたちを見つけていくメンバー。会えた、会えたよ。そんな中、なおちゃんが札幌の大通公園で見つけた腹ペコは、泣きそう。ホルモンの楽曲、タタ
たりくんを引き渡っていた。口に出せない恐ろしい話を語りに行こう。泣けてきちゃった。私ありがとう、見つけた。いた、なんか泣けてきちゃった。ありがとうございます。ありがとうございます。だってたたりくん引いてたよ今。泣けちゃう。なんか覚えてますか、2号艇のオーディションの子でしょ、はい、すごい、こんなことある。この方はホルモン2号艇オーディションにも参加していた腹ペコ、後のあいみょんであります。ひじちゅなおちゃんも泣いちゃう思いがけない感動の再会となりました。もう泣きそうでした。もうすっごい嬉しい。もうこれで受験勉強も頑張りたいと思います。さて神奈川県のりょうくんですが、ツイートに僕が生まれたと書いている通り、実は神奈川生まれで幼少期は神奈川県で過ごしたんだとか。そんなりょうくんは、うわ、マルエツ行きたい、マルエツ行きたい、マルエツでスーパーあるんです、マルエツ。りょうくんが小さい頃実際によく買い物をしていたマルエツ柿を店で待っているという腹ペコを発見。八王子なんてもともと縁もゆかりもなくて、柿をで育って思い出の場所だから。神奈川県柿生の丸越によほど思い入れがある様子。果たしてここで腹ペコに出会えるのか。そしてりょうくんがダッシュした先には、見つけた、見つけた。柿生熱い。お待たせ、よかった、帰らなくて。作業するんですか。ここで。無事に柿生の腹ペコとも記念撮影。ここでりょうくんから幼少時代の思い出が。ここでビックリマン一人3個までなんだけど、一回自分で買って違うジャイアンツのやつを阪神タイガースのに着替えてから帰りたら、僕2回目だよねって言われた。恥ずかしく、はいってバレたの、レジで。さて今回はメンバーそれぞれ1日で2つの地域を巡るため、1箇所につき滞在時間はおよそ3時間。限られた短い時間の中で各々ツイート情報を頼りに腹ペコの皆さんを見つけ、記念写真を撮っていった。そして、あ、どんぐらいですか残り時間。さあ終了です。嘘でしょ。あっという間に3時間が経ち、一度は早くも次のエリアへ。それぞれが向かう次の地域は、もうこれであれですか、東京に向けて行くわけ。東京に向けて何にもご飯食べてないしね、佐賀で。大輔班は46位の佐賀県からランキング1位の東京都へ。これあと行きますよ、福島に。福島に行って、福島何が美味しいかなって、何食べようかな、あれかな、これかなって。なおちゃんは北海道から20位の福島県へ。次は上位の県、大阪。上ちゃんは静岡県からランキング第3位の大阪府へ。後半戦怖いな、富山。りょうくんは4位の神奈川県から40位の富山県へ。愛知に向かいますよと。はい、愛知に行きましょう。おまきと若左衛門は2位の愛知県へ。一息つく暇もなく日本全土メンバーが大移動。果たして2カ所目ではどんな腹ペコたちを見つけられるのか。まず佐賀県から東京へとんぼ帰りの大輔班は、東京一発目、とりあえず確実に会いたいから、だからお店。まずはこちらのツイートを頼りに捜索開始。いない、ね、19時まで働いてます。みなにさんいますかって。これだ。これで、ということでこちらも大輔班自ら持参したアイテムを使い、ケーキ屋さんの南さん
おとなしく出てこい。入ってみよう。いいな。あ、いや、入って大丈夫。カメラ入って大丈夫。大丈夫です。わあ。ケーキ屋さんで働いている腹ペコちゃんとパチミ。一方、大阪に到着した上ちゃんは、あの腹ペコエコ兵器のお店にちょっと行きたいなと思ってて、腹ペコエコ兵器店のもつ鍋屋さん、その名もホルボッシュさんに狙いを定め。こんにちは。うわ、上ちゃん、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 こんにちは。わあ、いっぱいいっぱい来た。店内に多数のホルモンアイテムが並び、ホルモンマスクも先行販売してくれていたホルモッシュさんと記念撮影。愛知は名古屋に今は愛知県のおまき若左衛門ペアはこちらの方をターゲットに。あれ、そうじゃない？こんにちは。こんにちは。やったぜ。こんにちは。見つけちゃった。美女。美女発見。ホルモン店きっかけでホルモン好きです。あ、そうなの？それめっちゃ嬉しい。なんですごい二人に会えたから。ありがとうございます。嬉しかったです。2号店をきっかけに本店を聞くようになったというド変態腹ペコちゃんでした。そして富山県に到着したりょうくんは、富山といえば僕一回飛び込みで入ったね、あの整体師の仙人みたいなおばあちゃんが未だ謎なんですけど、ここ寝てるんじゃないですか、何かやってるんですよ上で。僕もうブレイクダンスしてるかと思ってるんですけどね。おばあちゃんぐらいなんかぐる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 謎の動きしてて、めちゃめちゃ楽だった体が。普通にこうやって肘とかなしに、もう想像つかないんですよ寝ながらやってて。何をされてるのか。そうそう、ブレイクダンスしてるのかってぐらい。バーバー俺の背中の上で。謎の思い出がある富山県で、りょうくんが見つけた腹ペコは。お、雨の中。お、やば。マサルマウザホルモンです。なんと自分の名前をホルモンのロゴ風にしたタトゥー。富山県でもガチの腹ペコを発見しました。どうも中条あやみです。そしてそれぞれの場所で腹ペコとの触れ合いは続き、イベント終了まで残り1時間。日も暮れた頃、富山県のりょうくんは、クシット酒場ハマジクシット酒場ハマジってのがあって、腹ペコが経営する居酒屋へ。こんにちは。やばみんな、よかった来れて。撮りましょう。さらに大阪の上ちゃんはクレーン車に乗って待つというレアなツイートを見つけ、ちょっとあそこにゴリゴリの重機が1台止まってるんですけど、あ、気づいてくれた。気づいてくれた。本当本当にめっちゃ嬉しい。本当にいた。ちょっと危ないんです。マジで。福島県のなおちゃんは会津若松市の鶴ヶ城へ。来たー。来た、よかった。ありがとう。ありがとう。ごめんね。やっと富山県のりょうくんは自宅の情報を公開していた腹ペコの元へ。来ちゃいました。すいません、お邪魔しました。
ごめんなさい、家まで。うんちしたんだ。そして大助班はあの腹ペコの元へ。マジですか。確保。いや、ちょっと待ってください。そう、新日本プロレス高橋ひろむ選手。まさか今、俺たちマスク持ってないよね。いや、俺嘘でしょ。あ、マジで。ほら、マジで。しかもさ、あっさりホワイトやん、これやん。マジで、あっさりホワイトやん。いや、俺ちょっと常に持ってたんですよ。マジで。ということで、最後に見つけた腹ペコは高橋ひろむ選手でした。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ、みんな。それぞれの場所からテレビ電話をつないだのですが、大助はんがいる場所はどこ。これ、え、これ何、これ。これあのね、あの角刈りや。髪の毛切ってる。そうなんです。大助はんは腹ペコがやっている美容室を訪れ、ホルモンの名物スタッフ田中健さんの髪を切ってもらっていたのです。そんなことはさておき、ここでりょうくんが。今回ってレース制じゃないじゃない、うん、そうだね。誰が一番人数集めたかとかじゃな、ないんですけど、一応各地人数を発表しようと思って、はい、はいはい、人数発表結構いったと思いますよ。私は頑張ったよ。俺ら頑張ったよ。今回それぞれの場所でメンバーが見つけた腹ペコの数は、合計するとりょうくんが31組で最多、一番少なかったのは大助ファンで8組という結果に。ただし今回は腹ペコに感謝を届けるのが目的であり、出会った腹ペコの数を競うレースではないのだが、実はポイント勝負にしようと思ってて、うん、実はみんなにアンケート取ってもらった、うん、金の料金、銀の料金出てないってアンケートだったでしょ。アンケート取ってった、それのポイント制で。実はエッセンシャルズを購入するとパッケージの右部分に金の料金、銀の料金がついていることがあり、そのマークを集めて応募すると千葉雄介バージョンのただり君が入ったゴールドディスクがもらえるというスペシャルな応募特典がついているのです。そしてこの日見つけた腹ペコの中に金の料金が出た人がいたら1人につき20ポイント、銀の料金が出た人を見つけていたら1人につき5ポイントを贈呈。一番ポイントが高いメンバーには豪華商品がプレゼントされます。さらにツルツル太陽族いなかった。ツルツル太陽族は出会ってない、覚えてない、もう忘れちゃった。で、あとはオラオラ族のちょっといかつい。オラオラいた。これちょっと何の話か分からないという方はホルモン公式 YouTube にあるとある検証の動画を見てもらいたいのですが、実は4月に行われたホルモン主催イベントズラズラズラのために、腹ペコの顔面をいろいろなカテゴリーに分けるという検証をしていたのです。オラオラ。その中で生まれ持ったヤンキーズラはオラオラ族、スキンヘッドの人は太陽族とカテゴライズされたのですが、今回特別にオラオラ族を見つけていたら3ポイント、太陽族を見つけていたら10ポイントが加算されます。さらにおしっこちゃん、おしっこちゃん愛すべきちょっとあの、はいはい、痛いやつみたいな、はいはいはい、愛すべき痛いやつに出会っていたらあのマイナス10ポイント。マイナスだった、マイナスだった、だから出会わない方が良かったね、うん、ということでポイントをまとめるとこんな感じ。果たして優勝するのはどのメンバーなのか。まずは見つけた腹ペコの数が一番多かったりょうくんから発表。銀のりょうくん出した人が9人いました。うわ、すごい。45ポイントゲットです。いや、結構必要でしょ。もうその時点でダントツやん。でも最後の最後でおしっこちゃん引いたんですよ。そう、りょうくんが富山県で腹ペコを探している時におしっこちゃんだぞ。たたりくんだ、たたりくん。あ、腹ペコ見つけた。愛すべきイタキャラおしっこちゃんを見つけてしまったのでマイナス10ポイント。結果、りょうくんは35ポイント、続いて
上ちゃんのポイントを発表。銀が2、オラオラが1。おー、オラオラ以上でございます。以上で13ポイントでございます。上ちゃんは13ポイント。続いて奈緒ちゃんはいましたよ。え、金の涼くんが、銀の涼くんが2位、ね、で、あとオラオラ1位、33ポイントでした、うん、続いて、おまき若左衛門のコンビは、はい、金の涼くん、はい、1いた、いたんだ、おいたんだ、銀の涼くんが4人、すごい、で、ズラがいなくて、ね、計40ポイントでした。すげえ、イエイイエイイエイ、おい、すげえ。最後は人数的には少なかった大輔さん、ポイントで逆転なるか。銀の涼くん一人出会いました。はい、おお、現場からは以上です。あらあらあら。ということで優勝は若おまペア。おお、ポイントで1位に輝いたおまき若左衛門ペアには、非売品だったエッセンシャル幻の1枚があったんですよ。実はもう1枚本当当たりがあるはずだと、うん、それを復刻したんでプレゼントします。やった、そのマスクを今日して帰ってください、はい、そう、商品化はされなかったのですが、実は当たりマスクとして制作が進んでいた幻の激レアマスクが存在したのです。果たしてどんなマスクなのか。そのデザインとは、うわー、じゃーん、おめでとうございます。いや、一番してほしい人に当たってるわ。絶対これして帰ってよ。して帰ってください。またね。優勝した2人には商品として幻のマンガタロウマスクをつけて東京まで帰ってもらいます。めっちゃ人に見られるな。ということで、日本全土を股にかけ腹ペコ職員に感謝を届けた私を見つけてホルモン、ハッシュタグがトレンド入りするなど SNS で大盛況だったイベントの裏では、こんなことが行われていたのでした。おはー、はー、決まったね。決まりましたね。これ今八王子で一番流行ってるオーハー決まりました。オーハー決まりましたね。初めて見たんだけど、今日何やら呼び出されてもう微動だにしないんだけど、おかしいな、何なんだろう、なんかもう朝も早から集められてやってますけど、何でしょうか、何でしょうか、うん、え、うんじゃね、うん、え、どうした、おい、そう、そう、何がそうなの、そう、はえ、うん、こら、ちょちょ、弟さんおかしなって、お母さん、うん、病院、うん、何が、お医者さんいませんか、うん、あの昔のモンスターハンターってこんな感じじゃなかった、うん、なんかこれ多分それだよ、あーあー、それ実はそうでさ、うん、そう、あ、喋ったフルボイスじゃない、たまたま、たまにさ時々日本語さっきも実はとか言う、うん、懐かしい、うん、なんか会話してんだけどね、うん、会話してる、そう、だからちゃんとさこっち見てくれてるよ、わろたで、わろてるよ、モンハンみたい、何がかわからんけど、なんかうん、全然分かんないんだけど、やっぱ新しいとこ来てる、新しいとこ、うん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 くんねえ、あ、なんかそう、あ、なんかエキセント、うん、何メカ、うん、終わったっぽい、終わったっぽいぞ、え、何、うん